編集権の介入じゃないかという懸念の声が上がっています。政府はこれまであの報道の自由について民主主義国家ではもうその最も尊重すべき権利だという立場を表明していますが、その、まあ、その政府の姿勢と今回 の自民党の対応矛盾していると思うんですけれども、長官のご意見。まあ、長官というよりも、まあ、政府の立場とすればですね、報道の自由、編集権の自由というのはこれは当然のことだというふうに思います。また政党の立場からすればですね、不公平な報道がされないように、政党の立場として行動することもこれ重要なことじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。